天気芥川龍之介1僕の母は狂人だった僕は一度も僕の母に母らしい親しみを感じたことはない僕の母は髪を串巻きにしいつも芝の実家にたった一人座りながら 長ギセルでスパスパタバコを吸っている顔も小さければ体も小さいそのまた顔はどういうわけか少しも生気のない灰色をしている僕はいつか清掃機を読み土孔記で趣味の後に出会った時にたちまち僕の母の顔を 痩せ細った横顔を思い出したこういう僕は僕の母に全然面倒を見てもらったことはない何でも一度僕の養母とわざわざ二階へ挨拶に行ったらいきなり頭を長ギセルでぶたれたことを覚えているしかし大体僕の母はいかにも物も静かな狂人だった 僕や僕の姉などに絵を描いてくれと迫られると四つ折りの藩士に絵を描いてくれる。絵は墨を使うばかりではない。僕の姉の水絵の具を好楽の子女の衣服だの草木の花だのになすってくれる。ただそれらの画中の人物はいずれも狐の顔をしていた。 僕の母の死んだのは僕の十一の秋である。それは病のためよりも衰弱のために死んだのであろう。その死の前後の記憶だけは割合にはっきりと残っている。既得の電報でも来たためであろう。僕はある風のない深夜、僕の養母と人力車に乗り、 本所から芝まで駆けつけていった「僕はまだ今日でも襟巻きというものを用いたことはない」が特にこの夜だけは「南画の三世か何か」を描いた薄い絹のハンケチを巻きつけていたことを覚えているそれからそのハンケチには あやめ香水という香水の匂いのしていたことも覚えている「僕の母は二階の真下の八畳の座敷に横たわっていた」「僕は四つ違いの僕の姉と僕の母の枕元に座り二人とも絶えず声を立てて泣いた」 ことに誰か僕の後ろで「ご臨中ご臨中と言った時には一層切なさの込み上げるのを感じたしかし今まで名目していた死人に等しい僕の母は突然目を開いて何か言った僕らは皆悲しい中にも小声でクスクス笑い出した 僕はその次の晩も僕の母の枕元に夜明け近くまで座っていたがなぜか夕べのように少しも涙は流れなかった僕はほとんど泣き声を立たない僕の姉の手前を恥じ一生懸命に泣く真似をしていた同時にまた僕の泣かれない以上 僕の母の死ぬことは必ずないと信じていた僕の母は三日目の晩にほとんど苦しまずに死んでいった死ぬ前には正気に帰ったと見え僕らの顔を眺めては止めどなしにポロポロ涙を落としたがやはり普段のように なんとも口はきかなかった僕は納棺終わったあとにも時々泣かずにはいられなかったすると王子のおばさんというある登園のおばあさんが一人本当にご関心でございますねと言ったしかし僕は 妙なこととに感心する人だだだ思っただけだったたけ僕の母の葬式の出た日僕の姉は位牌を持ち僕はその後ろに香炉を持ち二人とも人力車に乗っていった僕は時々居眠りをしハットを持って目を覚ます拍子に。 危うく香路を落としそうにするけれども谷中へはなかなか来ないかなり長い葬列はいつも秋晴れの東京の街をしずしずと練っているのである僕の母の命日は11月28日である。 また皆明は奇妙院に明星に寝大師である僕はそのくせ僕の実父の命日や皆明を覚えていないそれは多分十一の僕には命日や皆明を覚えることも誇りの一つだったためであろう二 僕は一人の姉を持っている。しかしこれは病心ながらも二人の子供の母になっている僕の天気簿に加えたいのはもちろんこの姉のことではないちょうど僕の生まれる前に突然溶接した姉のことである僕ら三人の兄弟の中でも一番賢かったという姉のことである この姉を初子と言ったのは長女に生まれたためだったであろう僕の家の仏壇にはいまだにはっちゃんの写真が一枚小さい額縁の中に入っているはっちゃんは少しもか弱そうではない小さいえくぼのある両方なども熟したあんずのように丸々している 僕の父や母の愛を一番余計に受けたものは何と言ってもはっちゃんであるはっちゃんは芝の新鮮座からわざわざ築地のサンマーズ夫人の幼稚園か何かへ通っていたが土曜から日曜へかけては必ず僕の母の家へ本所の芥川家へ泊まりに行った はっちゃんはこういう外出の時にはまだ明治二十年代でも今めかしい洋服を着ていたのであろう僕は小学校へ通っていた頃はっちゃんの着物の歯切れをもらいゴム人形に着せたのを覚えているそのまた歯切れは言い合わせたように細かい花や楽器を散らした舶来のキャラ子ばかりであった ある春先の日曜の午後ハッチャは庭を歩きながら座敷にいるおばに声をかけた僕はもちろんこの時の姉も洋服を着ていたように想像している「おばさんこれ何という木どの木?」「このつぼみのある木」 僕の母の実家の庭には背の低いボケの木が一株ふるい戸へ枝を垂らしていた髪をお下げにしたはっちゃんはおそらくは大きい目をしたままこの枝のトゲトゲしいボケの木を見つめていたことであろうこれはお前と同じ名前の木 おばのしゃれはあいにく通じなかった。じゃあ、バカの木という木なのね。おばは、はっちゃんの話さえ出れば、いまだにこの問答を繰り返している。実際、また、はっちゃんの話といっては、そのほかに何も残っていない。はっちゃんはそれから、幾日も経たずに。 棺に入ってしまったのであろう僕は小さい灰に掘ったはっちゃんの戒名は覚えていないがはっちゃんの命日が4月5日であることだけは妙にはっきりと覚えている僕はなぜかこの姉に全然僕の見知らない姉に ある親しみを感じているはっちゃんは今も存命するとすれば四十を越していることであろう四十を越したはっちゃんの顔はあるいは芝の実家の二階に呆然とタバコをふかしていた僕の母の顔に似ているかもしれない僕は時々幻のように 僕の母とも姉ともつかない四十格好の女人が一人どこかから僕の一生を見守っているように感じているこれはコーヒーやタバコに疲れた僕の神経の仕業であろうかそれともまた何かの機会に実在の世界へも面影を見せる うの力のかであろうか3僕は母の発狂したために生まれるが早いか楊かに来たから楊かは母方のおじの家だった僕の父にも冷嘆だった僕の父は牛乳屋であり 小さい成功者の一人らしかった僕に当時新しかった果物や飲料を教えたのはことごとく僕の父であるバナナアイスクリームパイナップルラム酒まだその他にもあったかもしれない僕は当時新宿にあった牧場の外の菓子の墓地に ラム酒をを飲んだことを覚えている。ラム酒は非常にアルコール分の少ない濃厚色を帯びた飲料だった僕の父は幼い僕にこういう珍しいものを勧め8日から僕を取り戻そうとした僕は一夜大森の魚影でアイスクリームを勧められながら 露骨に実家へ逃げて来いと口説かれたことを覚えている僕の父はこういう時にはすこぶる高原冷食を労したがあいにくその勧誘は一度も功を奏さなかったそれは僕が養家の父母をことにおばを愛していたからだった 僕の父はまた短期だったから、たびたび誰とでも喧嘩をした。僕は中学の三年生の時に、僕の父と相撲を取り、僕の得意の大外刈りを使って、見事に僕の父を投げ倒した。僕の父は、起き上がったと思うと、もう一番、と言って僕に向かってきた。 「僕はまた造作もなく投げ倒した」「僕の父は三度目にはもう一番」と言いながら結束を変えて飛びかかってきたこの相撲を見ていた僕の叔母僕の母の妹であり僕の父の5歳だった叔母は二三度僕に目配せをした」 僕は僕の父ともみ合った後わざと仰向けに倒れてしまった。がもしあの時に負けなかったとすれば僕の父は必ず僕にもつかみかからずにはいなかったであろう。僕は二十八になった時まだ教師をしていた時に父入院の電報を受け取り走行と鎌倉から東京へ向かった。 僕の父はインフルエンザのために東京病院に入っていった僕はかれこれ3日ばかり養日のおばや実家のおばと病室の隅に寝泊まりしていたそのうちにそろそろ退屈しだしたそこへ僕の好意にしていたあるアイルランドの新聞記者が一人 築地のある町合へ飯を食いに来ないかという電話をかけた僕はその新聞記者が近く渡米するのを口実にし水死の僕の父を残したまま築地のある町合へ出かけていった僕らは四五人の芸者と一緒に愉快に日本風の食事をした 食事はたか10時頃に終わった僕はその新聞記者を残したまま狭い段箸ごを下っていったすると誰か後ろから「あーさん」と僕に声をかけた僕は中段に足を止めながら段箸ごの上を振り返った そこには気合わせていた芸者が一人、じっと僕を見下ろしていた。僕は黙って段号を降り、玄関の外のタクシーに乗った。タクシーはすぐに動き出した。が、僕は僕の父よりも、みずみずしい西洋神に言った彼女の顔を。ことに。 彼女の目を考えていった僕が病院へ帰ってくると僕の父は僕を待ちかねていたのみならず二枚寄りの屏風の外にことごとく余人を引き下がらせ僕の手を握ったりなでたりしながら僕の知らない昔のことを僕の母と 結婚した当時のことを話し出したそれは僕の母と二人でタンスを買いに出かけたとか寿司を取って食ったとかいうさまつな話に過ぎなかったしかし僕はその話のうちにいつかまぶたが熱くなっていた僕の父も 肉の落ちた方にやはり涙を流していった。僕の父はその次の朝にあまり苦しまずに死んでいった。死ぬ前には頭も狂ったと見え、あんなに旗を立てた軍艦が来た、みんな万歳を唱えろ、などと言った。 僕は僕の父の葬式がどんなものだったか覚えていないただ僕の父の死骸を病院から実家へ運ぶ時大きい春の月が一つ僕の父の厩舎の上を照らしていたことを覚えている4僕は ことしの三月の半ばにまだカイを入れたまま久しぶりに妻と墓参りをした久しぶりにしかし小さい墓はもちろん墓の上に枝を伸ばした一株の赤松も変わらなかった天気簿に加えた三人は皆この谷中の墓地の隅にしかも 同じ石灯の下に彼らの骨をうずめている僕はこの墓の下へ静かに僕の母のひつぎが下ろされた時のことを思い出したこれはまたはっちゃんも同じだったであろうただ僕の父だけは僕は 僕の父の骨が、しらじらと細かに砕けた中に、金歯の混じっていたのを覚えている。僕は墓参りを好んではいない。もし忘れていられるとすれば、僕の両親や姉のことも忘れていたいと思っている。が、特にその日だけは、肉体的に弱っていたせいか。 春先の午後の日の光の中に黒ずんだ石灯を眺めながら一体彼ら三人の中では誰が幸福だったろうと考えたりした「影朗や塚より外に住むばかり僕は実際この時ほどこういう上層の心持ちが 押し迫ってくるのを感じたことはなかった。